動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あなた様が間もなく迎える衝撃的展開とはというテーマで、あなた様がですね、間もなく迎える恋愛におけるですね、衝撃的な展開がどういったものなのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい。今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね、皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい。ではですね、早速ですが、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい。ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から。A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。A はこちらのプラクティス・コンパッションというカードで、思いやりの実践というカードです。カードが持つメッセージについては、選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。B はこちらのですね、Get to know each other ということで、互いをよく知るというカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。C はこちらのですね、New Love というカードで、新しい愛というカードです。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それでは、どうぞ。はい。カードをお選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただきますと幸いです。はい。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい。それではですね、まずはじめにこちらのプラクティスコンパッションというカード、もしくはですね、A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あなた様が間もなく迎える恋愛のですね、衝撃展開とはというテーマで、あなた様はどんなね、恋愛における衝撃的な展開を迎えるのかっていうのを見ていきます。はい。それに際しまして、まずはですね、今の状況において、あなた様が学ぶべきことはっていうことで、まあ今の状況がね、あなた様に何か教えてくれていることは何なのかっていうことと、そこからですね、間もなく迎える恋愛の衝撃的な展開がどういったものなのか、そしてその展開を迎えたあなた様はどんな気持ちになっているのかっていうところも見ていき、今後ですね、その衝撃的な展開はいつね、いつ頃迎えるのかっていうのも見ていきます。はい。ではですね、まずはあなた様が今の状況から学ぶべきこと、まあ今の状況を教えてくれていることと、これからですね、まあ迎える衝撃的な展開がどういったものなのか、そしてそれを迎えたあなた様はどんな気分になっているのか、気持ちになっているのかっていうことですね。こちらも見ていきます。
はい、ではね、見ていきましょう。上のカードですが、こちらがですね、あなた様が今の状況において学ぶべきことは何なのか、まあ今の状況がね、教えてくれていることは何なのかということと、これからですね、まもなく迎える恋愛の衝撃的な展開がどういったものなのか、そしてですね、こちらが、まあそれがね、その展開を迎えたあなた様がどんな気持ちになっているのかということを表すカードになります。はい、では見ていきましょう。ちょっとね、見させてください。はい。はい、ではですね、見ていくんですが、まずですね、そうですね、見ていきたいのがですね、まあ、全体を通して伝えてくれているところがですね、なかなかね、今あなた様がですね、まあ、努力をしてはいるんだけれども、なかなかこう実っていないっていう状況を迎えているんじゃないかなっていうのはまず出ているんですね。で、その中でもういいや、みたいなね。もう無理かな、みたいな。なんかそういうお気持ちにもなっているのかもしれないけれども、そうですね。ただですね、まあそれはね、まだ諦める時ではないっていうね、ことを表すカードでもあるので、ではね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずは上のカードからで、あなた様がね、今、こう、学ぶべきことは何なのかっていうことなんですが、まず、ここですね、見ていきます。はい。A conscious of luck ということで、まあ、これ、欠乏感っていうカードになります。まあ、欠乏感ということですから、何かこう、まあ、満たされていない、状況ですね。こんだけ頑張っているのに、結果はこれだけか、みたいなね。そういうなんかこう、物足りなさとか不足感みたいなね。そういったところを今感じていると思います。で、まあ、そういった状況が続いているから、もう自分はね、まあ、どう頑張っても、ですね、なんかこう、まあ、たどり着けないというかね、まあ、目標にたどり着けないとか、もう頑張ったって、もうこれぐらいの成果しかも得られないのか、みたいなね。なんか幸せになる資格はないのかみたいなね。どこかでちょっとこうね、なんか現実を嘆くようなね、気持ちに今なってしまっていると思います。そしてそのカードの他にこちらのカードも出ていて、ワンドのエース、これ逆位置です。これ正位置の時にはこういったね、まあワンドっていうのは木の杖をね、本来表していますから、まあこの木というのは、ね、成長の証でもあって、まあすくすくとね、こう成長させていくっていうことへのこのモチベーションとかね、やる気が高まっているっていうことを表すカードであったり、まあ頑張った分だけね、なんかこう成長につながっているから自信にみなぎるとかですね、エネルギーに溢れた状態っていうのを表すんですが、逆位置になるとですね、まあ同じね、木を握ってはいるんだけども、なかなかこれ成長するところがちょっと枯れているっていうところがあってね、頑張っても、まあ実りにね、つながらないっていうことから、これ自信がぐらつくとかですね、なかなかこう頑張ってる割の、それに見合ったね、対価を得ることができていなくて、意欲が減退しているっていうカードになります。なので、ですね、まあそういったところで言うと、あなた様個人がこう頑張っているのに、なかなかやっぱこう結果が出ていないっていうカードが2枚出たわけですね。
ただこのカードが伝えてくれているのは、確かに今ねあなた様すごく頑張っているけれども結果が出ていないっていう状況かもしれないが、そういった時こそこのカードが伝えてくれているのは、信頼できる人にアドバイスを求めたり、周りの人の意見を尊重した方が問題をクリアできたり、いいですね、今の局面を乗り越えることができる、そういったカードになっているので、今こそね、誰でもっていうわけではないんだけれども、あなた様が信頼する人の声を聞いてみたり、周りの意見を取り入れてみれば、ね、もしかするとあなた様のそのやり方とか、ね、正しいと思っていたことが、実はまあ間違っていたっていうことにも気づけたりもするし、そこでの軌道修正が、あなた様のね、努力に見合った成果を得るための、なんかこうヒントにもなっていくだろうから、だからこそね、今学ばせてくれていることっていうのは、ね、そのうまくいかない時に違ったやり方、違った意見、違った声、周りの人からの目線とかね、そういったものを取り入れていきなさいよっていうことを、学ばせてくれているわけなんですね。確かに自分個人で何とか打開していくっていうことも大事ではあるんだけれども、時にね、行き詰まった時には周りを頼る、信頼するっていうことの大切さ、それをね、まあ学ばせてくれているんだというのが出ております。で、ここのカードもそうでして、ソードの2というカード、これも逆位置です。正位置の時にはまあこんな感じでね、まあ、絵が描いてるんですが、これ逆位置になっています。で、これ逆位置になりますと、ちょっとこうね、まだ過酷な、なんでしょうかね、荒野、まあ、荒れた土地みたいなところをね、なんかこうね、木が育つのをこれ待っているっていうことから、これ忍耐を強いられるっていうことであったり、まああとは孤独ですね。自分一人だけでこう成長を待っているっていう姿から、まあ孤独っていうことを表すカード。あるいは迷いや不安ということで、まあね、今のこの現状に忍耐が強いられているから、ずっとここに居続けるべきなのかっていう迷いとか不安があるわけですね。まあそういった状況を表すカードで、ただまあこれもですね、先ほどもお伝えした通り、今ね、あなた様が忍耐を強いられるような状況だったとしても、そこでね、まあもちろん耐えるっていう忍耐力も大事なんだけれども、打開をするならば今こそ周りの人の意見を取り入れるべきだということを伝えてくれているから、だからね、まあ、信頼できる人にですね、ちょっと相談してみたり、まあアドバイスを求めたりすることが大事だよと。それで外の意見を取り入れていくことで、今まで気づけなかったことが気づけたり、あ、自分のここをじゃあ直してみればいいのかもっていうね、そういうふうなことが分かってきたりするから、それを今学ばせてくれているんだっていうことです。で、そこでですね、まあ間もなく迎えるですね、恋愛的な、恋愛の衝撃的な展開というのは何かっていうと、おそらく、先ほどもお伝えした、周りの声を取り入れることによって、起こる衝撃的な展開なのかなと思います。というのは、まずここが出ていまして、ペンタクルのナイトっていうカードがこれ逆位置です。これもね、正位置の時には、まあこういった形でね、まあなんかこうパレードでね、こう、なんか成果を得たよ、みたいな感じでね、こう、なんでしょうかね、こう祝福されているような姿があって、まあこれはね、着実な成果を得ると、着実に成果を得ていくということで、決して一回一回のね、獲得する量は少なかったとしても、着実にね、結果を出していって、最終的に大きな成果を上げるっていうカードになるんですが、逆位置になると、ね、なかなか成果を上げられない。これね、なんか掲げているものあるけれども、これ過去のなんか産物なんですね。なんかずっとこう過去のね、成果にこうしがみついていて、結局何もこう変わっていない。から周りもね、こう枯れていっているということで、まあこれね、スローペースっていうことであったり、状況が変化しない、関係が進展しないっていうカードになるんですね。あとは不安定な状況っていうことを表すカードでもあるので、なかなかね、今の状況がですね、過去にはなんか成果を得ていたけれども、今現在には新しい成果を得られてなくて、もう周りが枯れちゃっているっていう状況だと思うんですが、そこからですね、あなた様が周りの意見とかを取り入れていくことによって、ここが起こると、ワンドの2っていうカードになります。このカードっていうのは、これ今回正位置で出ています。正位置と逆位置はこれ落下しているんですが、正位置はこうね、険しいね、崖でもこう登り続けていっていると。で、この登り続けていっている様子っていうのは、目標に向かって着実に近づいていくっていうカードになるんですね。
あとは理想と現実のギャップが埋まるっていうカードでもあります。だから今はね、あなた様の理想と現実にギャップがあるような状況だと思います。でもそれがじわじわね、もう本当にこの崖をねロッククライミングしていくかのように縮まっていくと、周りの意見を取り入れてね、こう例えば軌道修正したり今までとは違った行動をしていくことで、で理想の境地にたどり着いたあなた様がグランディング、まあこれまあ落ち着くみたいなことなんですけれども、まあ一回地に足つけるみたいなことなんですが、ようやくね慌ただしい事態が落ち着くと、あるいは不安から解放されてね、あなた様が深いところまでをこうね、考えることができるぐらい、まあ状況が安定すると。だからまあ簡単に言うならば不安定な状況が安定するということですね。まあ愛の安定が起こると、まあ衝撃、安定を衝撃っていうとちょっとあれかもしれないけれども、まあ不安定な状況が安定になること自体がまあ衝撃的っていうことで、まああなた様の恋が落ち着くということですね。ですから今これパートナーがいる方だったらば、その方と例えばね、まあ喧嘩とかがちょくちょく起こってなかなかね、穏やかな日々を過ごせないってなると、周りの人の意見をね取り入れていくことで喧嘩の回数とかも減っていってすごく平和なね関係になるとか、なんか二人の関係がどうなるのどうなるのみたいな不安がある中で、きちっとね、例えば相手の方が決断をしてくれてようやく二人の関係がまとまるとかね、あるいは相手の方がいらっしゃらない方だったとするならば、今までねなんかこう出会ってきた人に何か振り回されたり、する人生だったのが、ようやくねちゃんとあなた様と向き合ってくれる人との、まあ、落ち着いた恋が始まるとかね、そういった形で慌ただしいものがピトッとねこうちょっとこう着地するというか、なんかこう地に足ついてないものがピタッとねこう地に足つくようになって落ち着くというような展開が起こるようです。でそれを迎えたあなた様っていうのがどういったね、気持ちになっているのかっていうことで、ちょっとここを見ていくんですが、ファイナンシャルヘルスっていうカードが出ました。まあこれ経済的な健全性というカードで、まあ本来はね金銭面、まあお金に関することを表すカードになりますが、ここに描かれているのが木なんですね。木ですね。で木というのは、まあ竹とかだったらね結構伸びるの早いですけども、木っていうのは本当にねちょっとずつこう成長していて、最終的に大きな大木になっていくと。ですからあなた様もなんかこう今の状況も経てね、どんな気持ちになるかっていうと、まずこう自分のね理想が実現した達成感は感じると思います。と同時に、自分自身がちょっとこうね結果を早く求めすぎていたなっていう学びも多分得ていると思います。あ、こうやって着実に育てていけばこうね進むんだけれども、大きなものを実現するにはやっぱり時間とかね労力をかけていかなくちゃいけないんだな、あの時はなんかすごくね自分が結果に急いでいたなと、これだけ大きなね木を育てるためには、まあそれなりの年月とかもかかるわけですけれども、例えば極端に言うとね、もしかしたら今のあなた様っていうのは これぐらいのね苗からこのぐらいの木を育てるのに、例えば1週間ぐらいで育てみたいなね、そういうふうな気持ちになっていたのかもしれないけれども、ね、実際にコツコツとね焦らずにこうね育てていくことで完成した時に、あ、自分はちょっと結果を急ぎすぎていたなと、多分ねそういう気持ちにもなっていくと思います。もちろん達成感とか喜びも感じると思うんだけども、一番の学びはそこなんじゃないかなと思います。で、そうですね、まあこのカードもそうで、ペンタクルの4っていうカードですね。これ逆位置です。逆位置はなんかこんな感じでね、なんかこう自分の得たものを絶対に誰にも取られるかみたいな感じでね、こう必死に守っているような人の姿がありますけれども、まあ、このカードがですね逆位置になった時の意味というのがですね、物事の遅延とか停滞っていうことであったり、そうですね、まあ損失っていうことも表すカードなんですが、何かこうね求めれば求めるほど事態が悪化するっていうことを表すカードなんですね。あるいは物欲であったり合理的な考えから判断したことが計算違いの結果をもたらすと。だから求めすぎるのは良くないんだなっていうことを知るとね、結果を求めすぎるがあまりに他のものをねこうね
おろそかにしてしまっているっていうような姿が描かれているので、だから多分ね、そういうね、学びっていう、だから学びが結構多いと思います。お相手の方との関係に進展を起こしたいっていう中で、なんかこう求める。うん。まあ、あるいは新しくね、これから出会う人もそうだけれども、なんか求めすぎることで自分が欲にとらわれて、結果大事なことが見失っていたなっていうことも、多分ね、こう気づくようにはなっていると思います。衝撃的な展開を迎えた後ね。うん。で、ソードのキングっていうカード。これもね、正位置が下側のカードなんですが、逆位置が上側になります。うん。まあ、このような感じですね。逆位置の絵になります。で、このカードもですね、逆位置になった時に、力でね、支配しようとして失敗するっていうことであったり、うん。まあ、あとはですね、まあ、ちょっと立場をわきまえない行動っていうことを表すカードになるので、うん、ちょっとね、こう、まあ、パワープレイでというかね、力づくで何とかしようとすると、やっぱりうまくいかないんだなっていうことを、まあ、学ぶ。だから、ちょっとね、力を抜いたり、うん、なんでしょうかね、欲っていうものを減らしてみることの方がうまくいくんだなっていう気持ちになっているというのがあるので、まあ、それももしかしたらこれからね、あなた様が周りから受けるアドバイスの中にあるのかもしれません。うん。はい。ではですね、そういった衝撃的な展開。まあ、いわば恋の安定化が起こってくるっていうことですが、それがね、いつ訪れるのかっていうのを見ていきます。はい、では見ていきましょう。これからですね、その衝撃的な展開がいつ頃起こるのか。はい、ではですね、見ていくと、まあ、先ほどね、欲によって何かそれ以外のことがおろそかになっているんじゃないかっていうこともお伝えしたかと思うんですが、まあ、それを表すカードがまさにちょっと出ていて、フィニッシュ・ワット・ユブ・スターティッドっていうカードで、まあ、やりかけたことをやり終える、やり通すっていうカードになります。フィニッシュっていうのは、まあ、最後までやるっていうことなんですが、ワット・ユブ・スターティッドっていうのが、ああですね、こう、やり始めたこと、もうすでにスタートを切っているものですね。だからちょっと手をつけたり、途中まで進んでいるけれども、なんか放置していることとか、やり始めたんだけれども、なんかこう気分が乗らなくて、なんかこう中途半端なままになっているものとかですね。本来は先に進めなくちゃいけないのに後回ししていることとかですね。そういったものを先にやり終えなきゃいけないわけですね。恋の進展、衝撃的な展開を迎えるためには。うん。あなた様が理想の人と出会うためには、とかね、今相手のいる方だったらば、その人との展開を起こすためには、まずね、あなた様自身が着手し始めたことをやり終えなければいけなかったり、あなた様に今任されていること、託されていることがあるんだったら、それも最後までフィニッシュさせなくちゃいけないと。じゃないと、恋愛における動きというか、流れは起こらないよと、うん、いうカードが出ています。ですが、逆に言うとですね、それをこう、やり終えた後にですね、衝撃的な展開が、まあ、待っているというか、あなた様が大きな愛を受け取るっていうような展開になっていくっていうのが出ていて、ウーマンホールディングがハートを持つ女性というカードです。うん、まあ、あなた様がまず女性だった場合は、先ほどのやり終えなければいけないことをやり終えた後の、これ44っていう数字がね、描かれていますから、まあ、44日以内ですね。まあ、44日っていうと、まあ、約1ヶ月半になりますけれども、1ヶ月半以内に、その衝撃的な展開、っていうものを得ることができる。あるいはあなた様が男性で、思っていらっしゃる方とかね、うん、これから出会いたい方が女性だったとするならば、あなた様に対して大きな愛を見せてくれる、まあ、女性が現れたりだとか、あなた様の思っている女性がようやくね、やり終えたあなた様を見て愛を送ってくれるようになって、あなた様がその愛を受け取ることができるとかね、それもだから44っていうところがありますから、1ヶ月半以内にそれが起こってくると。だから
最初の、だから44をこれ消化していくための位置を起こすためには、まずこれね、やり終えなきゃいけないことをやり終えなくちゃいけないので、うん。いや、それをほったらかしにしていて、したままでは、いくら44日待っても、その衝撃的な展開というのは起こらないでしょうから、だからまずはここのね、もうスタートをしたことを最後までフィニッシュさせていくことが大事。うん。っていうことなんですね。レディエンスっていうのは明るさっていうカードで、だからそのね、なんかまあ明るさとか輝きっていうことで、暗闇の中でね、こう光を放っている灯台のように、辛い状況でも辛いです、みたいな感じでね、その周りの雰囲気に押しつぶされていてはいけない。辛い状況でも明るく何かを発していなくちゃいけない。光を発していなくちゃいけない。うん。それは言葉なのか、明るい言葉を発するのか、明るい態度を見せるのか、明るい行動に努めるのか。だからその暗闇に押しつぶされていてはやり終えることができないから、うん、暗闇の中でも明るいものを何か発していくっていうことが大事。まあこれはちょっとどちらかというと過程ですね。うん、衝撃的な展開を迎えるまでの過程の話になりますから、うん、そこを意識しながら最後までねやり通していけば1ヶ月半以内にそういった衝撃的な展開を迎えていくよっていうのは出ていたので、うん、参考にねしていただきますと幸いです。はい、最後選択肢のカードに移っていきます。プラクティスコンパッションというカード、思いやりの実践ということで、まあすでにねあなた様も、まあこれまで、まあ好きな人とかね、今ね気になる人がいるとして、まあいなかったとしてもね、まあこれまでの恋人の方にちゃんとね思いやりっていうのは持って接してきていらっしゃったと思います。ただこのカードが伝えてくれているのは See things from a fresh perspective ということで、新鮮な、まあ、いわば新しい視点から物事を見ましょうと。だから、あなた様が思いやりを持って起こしていた行動っていうのは、実は、その受け取り側にとってはそうではなかったのかもしれない。だからこそ、今一度ね、思いやりを注ぐ前に、新しい視点から物事を見てみましょうと。そうすると、もしかしたら自分が良かれと思ってやっていたことが、実は相手の方にとってはそう思われていなかったっていうことに気づいて、あ、じゃあこういう風な形でね、接したり行動を起こした方が、相手の方にも伝わる思いやりをね、自分が注ぐことができるなっていうことが気づけるので、だからこそね、ちょっとやっぱ視点を変えていくっていうことで、真のね、思いやりをあなた様が注ぐことができるっていうのが出ていますので、これもね、大事なんじゃないかなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回のテーマですね、今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問が、未読無視中だけれども、うん、まあ、相手がですね、思い出の写真のアイコンを思い出の写真に変えていましたと、これはどういう心理なんでしょうかっていうご質問でした。ご質問ありがとうございます。これはね、まあ、ちょっと喧嘩してしまって、今、未読無視中なんだけれども、まあ、相手が、まあ、自分とね、こう、行った旅の思い出の場所の、アイコンに変えていたということなんですけれども、うん。まあ、これはですね、まあ、未読無視ということで、まだね、なんかこう、まあ、わだかまりというか、まだちょっとこう、怒ってはいるけれども、うん。でもね、二人の縁までは切りたくないよと、うん。ちょっとまだ怒りは静まっていないけれども、本当に離れたいっていうわけではないんだよっていう気持ちのアピールだと思います。じゃないと、わざわざね、うん、アイコンというのは誰にも見られる場所、見られるものなのに、わざわざね、その、なんでしょうかね、二人にとっての思い出の写真には変えないと思うので、まだね、こう、怒りが静まらなくて、まともにコミュニケーションできる状態ではないけれども、自分は本当に離れたいと思ってるわけではないんだよっていう気持ちの、まあ、アピールなんだと思うので、うん、参考にね、していただきますと幸いです。はい。ということで、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
はい、それではですね、次にこちらの Get to know each other というカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あなた様が間もなく迎える恋の衝撃的展開とはというテーマで、あなた様がね、どんな衝撃的な展開を迎えていくのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、あなた様が今の状況において学ぶべきことはということで、まあ今のね、状況があなた様に何を教えてくれているのかっていうのを見ていき、間もなくですね、あなた様が迎える恋の衝撃的な展開がどういったものなのか、そして、ですね、まあそのね、衝撃的な展開を迎えたあなた様はどんな気持ちになっているのかっていうのも見ていきます。はい、そしてですね、その衝撃的な展開はいつ頃迎えるのかっていうのも見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速ですね、まずはですね、今の状況においてあなた様が学ぶべきこと、そしてですね、間もなく迎える衝撃的な展開、そしてね、それを迎えたあなた様がどんな気持ちになっているのかっていうのを見ていきます。はい、では見ていきましょう。上のカードからですが、こちらがですね、あなた様が今の状況において学ぶべきことはということで、まあ、今の状況が 何を教えてくれているのかっていうカードです。で、こちらが、あなた様がね、間もなく迎える恋の衝撃的な展開、そしてそれを迎えた後にあなた様はどんな気持ちになるのかっていうカードです。では見ていきましょう。あなた様が恋愛で祝福を受けるっていうカードが出ているので、ですから、まあ、例えば、まあ、今ね、まあ、お相手の方がいらっしゃる方だとするならば、その方とね、まあ、祝福を受けるっていうことですから、まあ、ご結婚っていうのもね、もちろんあるだろうし、まあ、例えば、復縁、に向けてね、頑張っていて、例えばお友達とかにもね、相談していてっていうところで言うと、念願のね、その復縁が叶って、おめでとうっていうね、なんかそういう祝福を受けたり、あとは祝福につながるような方と出会う。これはね、まだ今相手の方がいらっしゃらない方だと思いますから、まあ結婚につながるような、まあ将来性のあるね、関係を築ける人との出会いとかですね、なんかそういうね、恋愛においての祝福を受けるような展開を迎えるよっていうことが出ていて、まあだからこそね、それをこう迎えた後のあなた様がこうファミリーっていうのが出ているので、まあ何かこう家族のことについて考えていくようにもなるよっていうのが出ているので、
そうですね。うん。なので、ちょっとね、このあたり見ていくんですが、うん。はい。ではね、見ていきます。まず上のカードからで、あなた様がね、今の状況において何を学ぶべきなのか、ね、今の状況は何を教えてくれているのかっていうカードなんですけれども、まずですね、ここが出ていまして、このカード、ワンドの8っていうカード、これ逆位置です。正位置の時にはなんかこういった感じでね、こう、ぴょんとね、このハードル、来るハードルもぴょんとこう乗り越えて、どん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 こう先に進んでいけるっていうことから、急速な展開、急展開っていうことを表したり、発展の波に乗る。だからどんどん前に進んでいけるから発展の波に乗るっていうカードになります。ただ逆位置になると、その目の前のね、この、ハードルみたいなものにこうつまずいてしまってね、こうこの後ねバターンとこけてしまうわけですね。まあ、そのことからなかなかその変化の波に乗れないっていうことであったり、うん、望むようなねこう変化が起こらなくて、ですね、まあ、ちょっとこう感傷的な気持ちになるっていうことを表したり、まあ、孤独感ですね。うん、まあ、孤独をこう味わうとかですね。あとは意思疎通が図れないっていうことを表したり、まあ別れや決別っていうことも表すカードになっています。ですから、その、なんでしょうかね。今ね、まあ相手の方がいらっしゃるとするならば、その方とね、なかなかこう思うような変化とか展開になっていかなかったり、それすらも起こるどころか、なんででしょうかね。その人との、まあ意思疎通ですね。コミュニケーションを今うまく図れていないみたいな。うん、なんかそういう状況になっていたり、あるいは今ね、相手の方がいらっしゃらない方だとすると、まあ直前でなんかこう別れとかね、うん、決別があった、うん。なんかね、今はすごくこう悲しい気持ちになるような展開だとは思うんですね。うん、でもその状況においても、あなた様に何かを教えてくれているっていうところがあって、それがここなんですね。The Loving Man っていうカードで愛する。まあ、まあこれ男性ということですけども、まあ、愛する人っていうことですね。うん。だから、人を愛するっていうこともそうなんだけれども、自分のことを本当に愛してくれている人っていうのは誰なのかっていうことを、だから自分のことを本当に愛してくれている人っていうのはどんな人なのかっていうことを、自分でその愛してくれる人の、愛してくれる人像を明確にしていきなさいと。うん。もしかすると、あなた様は本当に愛してくれる人を好きになっていなくて、何かこう、そうではない人のことを好きになっているから、なかなか発展の波に乗れなかったり、意思疎通が図れないでいると。で、本当にあなた様のことを愛してくれる人っていうのはどんな人なのか。もしかしたらもうすでに身近にいるのかもしれない。けれども、その人を見落としている可能性もあると思います。だから、今学ばせてくれているのは本当に自分のことを愛してくれる人っていうのがどんな人なのか、その人は自分に対してどんなことをしてくれる人なのか、ね、どんな愛を見せてくれる人なのか、それを考えていかなくちゃいけない。出会った人をそういうふうにね、全部捉えていたかもしれない。出会った人は、この人が自分を愛してくれる人だっていうね。出会うたびに思ってたかもしれないけれども、実はそうでない人を愛していた可能性もあるから、本当に自分のことを愛してくれる人っていうのは、どんな人なのかっていうのを今一度こうね明確にしていく、うん、それを今学ばせてくれるわけなんですね。で、あなた様が真に自分のことを愛してくれる人を明確にすることで、ようやくその人がどんな人なのかっていうのが分かったり見つけることができるわけですね。うん、し、それをね明確にしていくことが、あなた様の悩みが解放され、あなた様が悩みから解放されていくっていうカードが出ていて、このカード、ソードの9というカードが逆位置になっています。このカードはもともと正位置の時になんかこんな感じでね、すごくこう悩んでいる人の姿があって、そのことから深刻な悩み、なんかこうね、なんか刃をこう突きつけられていて、すごく恐怖に怯えているっていうことであったり、深刻な悩みとか将来の不安を抱えている。あとは先々への恐れとか憂鬱ですね。うん。あとは心痛、ストレスっていうことを表すんですが、逆位置になるとそういったね、悩んでいること、不安に思っていること、ストレスに感じていることが、どんどんね、自分から離れていって、ね、悩みや不安やストレスが解消されていくと。うん。だから、今一度ね、自分のことを本当に愛してくれている人っていうのは、どんな人なのかなっていうのをね、描く。それが本当に、あなた様が
自分のことを本当に愛してくれている人っていうことで明確にした人と、今相手の方がいらっしゃるんだったら、その人が本当に一致しているかどうか、これも見極めていかなくちゃいけないし、まだそういった特定の方がいらっしゃらないんだったら、今この時に、自分のことを本当に愛してくれる人っていうのはどんな人なのかなっていうのを明確にしないと、またね、今までと同じような人と出会ってしまい、同じような苦しさ、辛さを味わってしまうっていうことになるから、今ここで愛してくれる人を明確にしていくっていうのはすごく大事な学びだと思うんですね。それを教えてくれているというのが出ています。で、その中でおそらくそれを明確にすればっていうことだと思います。こちらのカードですね。レインボーブレッシングスっていうカードが出ていて、虹の祝福っていうカードが出ました。このカードのメッセージとしては、Blessings are showering your life ということで、祝福があなた様の人生に注がれると。だから祝福を受けるような人生になっていくと。まあ、今回は恋愛というところで見ていますから、あなた様が祝福を受けるような恋愛をしていくようになる。っていうカードになります。ですから祝福を受けるっていうことですから、周りの人からおめでとうとかね、よかったねっていうような祝福を受けられる。ということは、まあ、例えば結婚が決まったり、ね、復縁が決まったり、場合によっては再婚とかもあるかもしれないし、ね、長年の恋がようやく実るっていうね、まあ、そういったこともあるかもしれません。で、まあ、相手の方がいらっしゃらない方は、ようやくね、念願の方ですね。今までは、例えばお付き合いとかをしても、なんかこう、あんまり将来性に欠けるような人とね、お付き合いをしてしまっていた部分もあるかもしれないけれども、ようやくね、将来を考えられる人と出会うことができて、実際にその人と将来を進めていくことができて、まあ、それこそ例えば結婚とかね、まあ、家族を持つとか、なんかそういうね、展開にまでこう発展していくと。だからそういう出会いが訪れるってことですね。祝福につながる出会いが訪れたり、今相手の人がいる方だと、その祝福を受けるような展開になっていくと。これが衝撃的な展開のところで出ていたり、これもそうですね。ワンドの6っていうカード。これは聖地です。聖地ではなんかこうね、なんかこう祝福凱旋パレードみたいなのを受けていて、逆位置だと、まあ、何もね、こう迎え入れられていないっていうカードなんですが、今回出ていたのは聖地です。で、これが聖地になった時の意味というのが、目標が成し遂げられるとか、勝利や成功をつかむとかですね。あとは望みのものを手に入れるっていうことですから、あなた様が恋において望んでいたものが手に入るということです。もしかしたらそれが祝福に関することだから、まあ先ほどもお伝えした、例えば結婚とか復縁とか、まあ念願のね、将来性のある人との出会いとか。あなた様が勝利を収めて凱旋するっていうことですね。だから大事な人に大事な報告ができるようになるような展開ですね。そういった展開を迎えていくことになるよっていうのが出ました。で、これは、ですね。まあ、死神っていうカードが、これは逆位置です。死神っていうのは、もともとね、何か終わりを告げに来る存在を表すカードで、だから死神っていうのが出たら何かを終わらせなさいよとか、断ち切りなさいよっていうね、メッセージになるんだけれども、それをね、それは全部を全部終わらすんじゃなくて、終わらせなくちゃいけないものとか、もう不必要なものをちゃんと終わらせたり、断ち切ることで新しい始まりを迎えられる。それが聖地です。ですが今回出ていたのは逆位置になるので、なかなかね、もう終わらせなくちゃいけない、まあ、例えば悪習慣とか、なんかこう癖とか、もう不必要なものとか、こだわり続けているものをずっと引っ張り続けることで、だからしっかりとね、終わらせなくちゃいけないものを終わらせないことによって、ずっとこの荒れた土地で過ごすことになると。だから、先ほどの祝福を受けたり、勝利や成功を収めるためには、もうね、必要のないものとか、持っていてもしょうがないものをちゃんと自分から切り離したり、終わらせていくっていうことをすれば、祝福や勝利を収めることができるっていうことだから、自分がもうね、役に立たないものに固執していないかどうか、そこもね、見直していく必要はあるのかなと思います。逆に言うと、それから脱却して祝福を得ていくっていうことでもあると思います。で、そこからですね。あなた様がそういったね、衝撃的な展開を迎えて、ですね。
どういった気持ちになっているかっていうと、ファミリーっていうのが出たんですね。家族っていうカードが出ました。家族のことについて考えるようになっているということですから、まあやはりね、将来性のある方との出会いっていうのが多分起こるんだと思うし、今パートナーのね方がいないんだったらば、でパートナーの方がいるとしても、その方とはね、結婚っていうのがゴールではなかったとしても、うん、例えばその人とね、あなた様がつながることによって、他の人ともね、うん、それぞれの、例えばお子さんとかもね、こう繋がっていて、家族のことについて考えていくっていうこともあるかもしれないし、二人が繋がることで両家がね、うん、こうなんでしょうかね、繋がるようにもなったりだとかね、うん、何かこう家族のことについて考えるようになるっていうことは、やっぱりそれだけね、長く続いていく関係の始まりを多分迎えるんだと思いますから、うん、すごく家族のことについて考えているようになっているよっていうのは出ていました。うん、あとは、ここですね、ペンタクルの2ですね。これ正位置です。正位置はこんな感じでね、なんかこう逆立ちしながらね、足で器用にね、こうペンタクル、コインのようなものをね、扱っているっていうことから、まあこれは何かこうやりくり上手とかね、うん、状況をコントロールするとか自己管理っていうことを表すカードで、多分ね、まあ恋愛が落ち着くことによって、あなた様がね、ようやくこう自分の自己管理ができるようになっているっていうことですね。だから、まあ、あなた様の性質としてはね、なんかこう、恋がうまくいかなくなると、多分、私生活にも影響が出ちゃうタイプの方だと思うんですね。うん、恋がうまくいかないと、例えば、その時に、なんかよく眠れなくなっちゃったりね。あとは、まあ、食事が喉を通らなかったりだとか、うん、ちょっとこう、体調を崩しがちになっちゃうみたいなね。結構恋愛の影響というのを受けやすい方なのかなと思うんだけれども、うん、まあ、これもね、うまくいくことによって、まあ、自分のね、自己管理までこう、目が行き届くようになって、うん、まあ、快適なね、日を過ごすことができているっていうことで、まあ、そうですね。まあ、快適な日を過ごせるっていうことは、まあ、こうね、人生が楽しいというね、まあ、そういったこう、ハッピーな気持ちにもなっているんだと思いますから、うん、そういった意味では、まあ、すごくね、あなた様の、安定というものも起こっているんじゃないかなということですね。うん、で、カップのナイトですね。これは逆位置です。正位置の時にはなんかこうね、明るい、まあこの青空の下ね、こうカップを掲げている人が、カップを掲げているナイトがいる中で、これ逆位置になりますと、なんかこうカップのね、水をこう、なんでしょうかね、こうこぼしている、うん、人が描かれていると思います。このカップの中に注がれているね、水っていうのが愛情とか気持ちとかをね、表す中で、それをこう、自らね、こぼしているっていうことですから、うん。まあ、恋愛に関するね、あ、カップっていうのがその恋愛に関するカードですから、うん。なんかこうね、愛をこう放棄しているみたいなね、うん。ことであったり、まあ、叶わぬ愛とかね、うん。間違った選択とか、まあ、予想と違う結果っていうことで、うん、なかなかね、こう恋愛で思い通りにいかなかったあなた様、どこかね、もう自分はもう恋愛はいいや、みたいな感じで、ね、水をこぼしていたのかもしれないけれども、その気持ちからちゃんとね、素敵な人と出会えたり、素敵なね、こう展開を迎えることによって、ちゃんとね、このパートナーとの先のことを考えられるような気持ちにまで変化していると。うん、そういった、まあ、気持ちの変化っていうのも迎えられるようです。はい。では、そのね、衝撃的な展開をいつね、迎えていくのかっていうのを見ていきます。はい、ではね、見ていきます。そのね、衝撃的な展開をいつ頃迎えるのか。うん、はい、ではね、見ていくと、うん、うん、まずはここのカードが出ていて、
フォーカスっていうのが出たんですね。これ集中する、焦点を当てるっていうカードで、何かあなた様が一つのことに没頭している時に展開が起こるようです。だから、なんだろうかな、注意力が散漫になっている状況の時には逆に言うと、衝撃的な展開は起こらないっていうことですね。だから、ちょっと散漫になっているんだったらば、ちょっと集中力をね、もう一回高めるための、こう、対策をして、何か一つのことにぐっとこう、入り込んでる時に、恋愛的なところでも、こうね、衝撃的な展開を迎えていくっていうことになるので、一度ね、ちょっと集中力が今持たないなっていう方は、集中力を回復させるための、例えば工夫をしていった方がいい。例えばリラックスの時間を過ごしたりだとか、ちょっとこうね、自分をヒーリングするとか、ちょっとね、何か物事が一旦離れてみるとかね、だらだら続けるんじゃなくて、一旦離れて休みを取って、もう一回ね、向き合い直しとか、そういったね、ちょっとこうぐーっとこう一つのことに入り込んでいる時に、あなた様に変化がやってくるよっていうのが出ていて、チェンジっていうのが出たんですね。ですから、そのね、これユニコーンがこう光の差し込んでる方向からパカラッパカラッパカラッってこう来てくれるように、あなた様から変化に向かっていくんじゃなくて、あなた様のところに変化がやってくるっていうことなんですね。でもこの変化がやってくるようになるには、あなた様は一つのことに集中している必要があって、他のね、いろんなことに集中していては変化がずっとね、やってこないままであると。だから一つのことにギュッと集中していると、あなた様の元にこう変化がやってくるっていうのが出ているから、だから変化を呼び寄せるためにも、今一つのことにぐっと集中するっていうことが大事なようです。それをしていることがどういった変化になるかっていうと、あなた様のことを考えてくれるようになるっていうのが出ていて、The Thinking Man っていうカードが出たんですね。あなた様が何かこう一つのことにぐーっとこう入り込んで集中している姿を見て、例えばあなた様にね、今パートナーの方がいるんだったらば、パートナーのこと方がようやくね、あなた様について深く考えてくれるようになって、展開を迎えていくようになる。逆に言うと、集中力が散漫なあなた様の状態を見ていては、相手の方は何もあなた様についてのことを考えてくれないということですね。だからそういった意味でも、相手の方がいらっしゃるんだったら、相手に自分のことを考えさせるためにも、何か一つのことに集中していくっていうことが重要だっていうカードになります。あるいは今パートナーの方がいらっしゃらない方もですね、ぐーっと何かに、ね、集中していて、例えばそれを成果を上げたりだとかね、なんかこう取り組んでいるときにいいですね。あなた様のことを深く考えている人と出会うっていうことですね。だからあれもこれもそれもってやっているときにはね、なかなかいいチャンスは巡ってこないんだけども、一つのことに没頭しているときにあなた様のことをすごくね、考えてくれる。だからあなた様もこれから出会う人との将来を考える一方で、お相手の方もあなた様との将来を考えた上でこう出会ってくれる。だから相手もなんか将来を見据えるパートナーの方を探している中であなた様と出会うみたいなね、だからそこが一致するんだと思うんですね。そういった方との出会いが起こるっていうのも出ていて、これが46っていう数字が出ていますから、46っていうタイミングにまつわる時なのかなと思います。例えば46日後だったらば、1ヶ月が45日後になりますので、1ヶ月半と1日とかね、なりますし、46時間後だったらすごくいいですけどね、すごく間もなくですけれども、46時間後だったら、約2日、5ぐらいとかね。であったり、場合によってはね、年齢として46歳をね、迎える方もいらっしゃると思うんですけども、ね、今、46歳になりそうな時だったら、なった時とかね。これ全ての方ではないですけどね。そういったね、46っていうタイミングが、出会いのナンバーとして、伝えてくれていますので、これもね、参考にしていただければなと思います。はい。46日後ではなくて46日以内だと思いますのでね。もしかしたら早ければね、3日後とか2日後とかかもしれませんので、参考にしていただければなと思います。はい。最後、選択肢のカードです。Get to know each other っていうカードで、お互いをよく知るっていうカードなんですが、このカードのメッセージとしては、Learn to meet another's need for love ということで、相手が愛について必要としていることを学びなさいと。だからお互いのことをよく知るっていうのは、相手の例えばパーソナリティな
まあ、パーソナルな情報を知るんじゃなくて、相手が愛に何を求めているかっていうことを学んでいく、よく知っていくことを、よく知っていけば二人のね距離感、お互いがお互いのことをよく知ったことになっていくよっていうカードになります。だから相手のことを全部知るんじゃなくて、相手が愛について何を求めているのかっていうことを知っていくと、あなた様は相手のことをすごくよく知っている人になって、よく分かってくれているなっていうことですごくね、仲が深まっていくっていうカードにもなりますので、相手が愛について何を求めているかっていうのは今学ぶべきでもあるっていうのが出ていましたので、参考にしていただければなと思います。はい、ということでリーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、未読無視中だけれども相手がアイコンを思い出の写真に変えてくれましたと、これはどういった心理なんでしょうかというご質問でした。ご質問ありがとうございます。まあ、これはですね、未読無視になった経緯としては、まあ、ちょっとこう喧嘩をしてしまったということだと、ことだっていうふうにおっしゃっていただいてたんですが、まあ、その中でね、未読無視っていうことなので、まだちょっとね、この怒りは収まっていなかったり、まだね、ちょっとこうね、なんかこう素直に許せないところはあるけれども、でも本当にね、関係までは終わらせたいと思っているわけではないんだよっていうことで、わざわざ、まあそのね、アイコンを二人の思い出の写真、例えば旅行の写真とかに多分変えたんだと思うんですね。まだこうまともに話せるようなぐらい気持ちはね、落ち着いていないけれども、まあこれは終わらせたいっていう意味の、ね、無視ではないんだよみたいな、なんかそういう心理なんだと思うので、だって数あるね写真の中でわざわざね2人の思い出の写真を選ぶっていうことはそういった意味があるとは思いますので、まあちょっとまだ気分は収まっていないけれども、本当に別れたり縁が切れたいとまでは思ってないよっていう心理だとは思います。はい、ということで B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まああとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのニューラブというカード、もしくはですね、C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あなた様が間もなく迎える恋愛の衝撃的展開とはということで、まあ、あなた様が恋愛においてどんなね、衝撃的な展開を迎えることになるのかっていうのをですね、見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、あなた様が今の状況から学ぶべきことはということで、まあ、今の状況がね、教えてくれていることが何なのかっていうのを見ていき、そこからですね、間もなく迎える衝撃的な展開がどういったものなのか、そしてその展開を迎えた後に、あなた様はどんなね、お気持ちになっていくのかっていうことと、その衝撃的な展開はいつ頃ね迎えることになるのか、こちらも見ていきます。はい、ではですね、まずはじめにですが、あなた様が今の状況から学ぶべきこと、そして間もなく迎える衝撃的展開、それを迎えた後にどんな気持ちになっているのか、こちらをですね見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードからですが、こちらがアヌスマが今の状況から学ぶべきことはっていうカードです。で、こちらがですね、お相手の方、あなた様がですね、間もなく迎える恋の衝撃的な展開、それを迎えた後にアヌスマはどんなお気持ちになっているのかっていうカードです。では見ていきましょう。はい、ではですね、見ていくんですが、ちょっとね、全体のカード見させてください。はい、ではですね、見ていくんですが、そうですね、まずですね、ブレイキングトレイルっていうところが出ていますので、まあ、衝撃的な展開としてね、これ開拓されるっていうことなので、ようやくね、なんかこう、なんだろうかな、開拓されなかった部分が開拓されていくっていうところが出ているんですね。だからたどり着けなかった境地にようやくたどり着けるっていうことですね。まあ突破できなかったことは突破できるみたいなことで、例えば長くね、ずーっと同じ関係にとどまっているんだったら、ようやくその先に行けるとかね。まあそういったカードになっていたりもするので、突破が起こるのかなっていうことと、そうですね、ちょっと見させていただくと、カップのページっていうのも出ているので、ではですね、見ていくと、まずですね、今の、状況が教えてくれていることが何なのか、逆に言うと、あなた様が学ぶべきことは何かっていうところの中で、まずここが出ているんですね。Playing it safe っていうカードで、これは無難に生きるっていうカードになります。メッセージとしては、安全な囲いの中でということで、囲いの中でね、こう安全に過ごしている人がいますけれども、このカードですね、あなた様がですね、心から今のね、状況に満足しているのであれば、今の状況に留まっていても問題はないと。ただ、ですね、何かあなた様が留まっている状況の中で、まだね、心から満足するような結果を得ていないという時に、ね、この囲いの中にいてはいけないということなんですね。無難に生きていてはそれはいけないと。で、どうしてもこのね、この囲いの中を離れられない理由っていうのが、この留まっている場所に慣れているからとかね。ここを離れる自信がないからとかですね。どうしても慣れ親しんだものは予測するのが簡単だから、どうしてもね、慣れ親しんだところに居続けたいっていう気持ちはあるかもしれないけれども、本当にあなた様が心から望む結果とか展開を得たいんだったらば、慣れ親しんだところにいて無難に生きているだけではいけないっていうことですね。そこを飛び出していかないと、あなた様が本当にね、心から望む結果は得られないっていうことだから、無難に生きているのが、今が満足できる状態だったらいいんだけども、そうじゃないんだったらそこを変えていかなくちゃいけないっていうことをまず教えてくれている。で、あなた様が勇気を持ってその囲いをね、飛び出していくことによって、状況が動き出すよっていうのが出ているんですね。ソードのナイト。っていうカード。これが聖地です。聖地はこんな感じでね、すごい勢いでダーッとね、こう前に進んでいっているっていうことから、大きな前進を遂げるとか、目標に向けて大きく前進するっていうカードになります。逆位置は、全然こう進めていない状況をね、表すカード。もう馬も疲れていてね、もう全然行きたい方向に行けていないっていうカードなんですが、今回幸いね、聖地へ出ていましたから、物事がね、勢いよく進んでいくっていうことなんだけれども、だから、今ね、あなた様が、恋愛において、この大きな前進を起こしたいのであれば、無難に生きている生き方を変えていかなくちゃいけないよっていうことを教えてくれていると。これは今ね、パートナーがいる方としたら、
そのパートナーの方と本当に今満足のいく関係が築けていますかっていうことを自分に問いかけて、それで満足していない、ね、満足できるような状況はまだ得られていないっていうのであれば、もう囲いの中を出ていかないと先に進めない。し、ね、その素敵な人との出会いを探してはいるんだけれども、なんかこうね、ピンとね、来るような人と出会えないというのであれば、なんかこう慣れ親しんだところでしか探していないからだということなんですね。だからちょっと勇気を持って一歩ね、こう踏み出して、で、その勇気のいるところで探すと、すごくね、素敵な人と出会えるよとかね。そういった囲いを超えるということを、今、あなた様に対して教えてくれているんだと。いうのが出ております。で、その中で、ですね、もう一つのカードは、これはですね、カップのページっていうカードですね。これが正位置になっています。これも正位置なんですね。正位置の時は誰かとね、こう乾杯みたいなことをしているんだけれども、そういう乾杯する相手がいなくても自分一人で飲んでいるみたいなのが逆位置なんですが、今回これも逆、正位置でね、出ていますので、このカードっていうのが正位置になりますと、まあ愛で満たされる。誰かとのね、愛で満たされるっていうことであったり、愛情深いっていうことを表したりだとか、誠実な関係に恵まれるっていうカードになります。ですから、まあ今パートナーがいる人もその人とのね、誠実な関係になっていくためには囲いを超えていかなくちゃいけないし、パートナーがいない方もですね、これからあなた様と誠実な関係を育める人と出会うためには囲いを出ていかなくちゃいけないと。もうそういったことをね、だからエリアを飛び出していくっていうことが大事なわけです。慣れ親しんだところにずっといるんじゃなくてね。もうすでにパートナーの人と満足のいく関係があるんだったらもうそこにいていいんだけれども、そうじゃないんだったら飛び出していかなくちゃいけない。っていうことですね。で、まあそこをね、まあしっかりと飛び出していくことによって衝撃的な展開っていうのを、まあ迎えていくことにはなるんだと思うんですが、まあそれがね、どういった展開なのかっていうところで、見ていくんですけれども、まずね、こちらのカードから見ていきます。ブレイキングトレイルっていうカードが出ました。開拓するっていうことですね。ブレイクスルーイズアターハンドということで、もうね、突破、現状突破はもうすぐそこまで来ているということを表すカードになりますから、まあ突破が起こるということですね。ですから、例えば今ね、こう気になる人、好きな人がいらっしゃる中で、ね、なかなかこう突破できない壁があったとする。それは、まあ、例えばずーっとね、こう、恋人という関係になりたいのに、友達以上恋人未満っていうね、なんか同じ関係に留まっていたり、なんかね、先に行きたいけれども、ずーっと、こう、先に行けないでいる状況がようやく突破される。だからようやく恋人になれるとか、ね、念願の何かが叶うとか、ですね。まあ、次のカードを見ると、まあ、パートナーの方がいる方だったらば、相手の方がようやく決断してくれて、その先のステージに進めるというような、そういうね、展開っていうのが起こっていくよっていうことになります。で、パートナーの方が、まあ、いらっしゃらない方、好きな人、気になる人も今はまだいないと、これから探していますという方だったとしても、ようやくですね、あなた様のその、なんでしょうかね、恋人探しなのか、ね、結婚相手探しなのかっていうのはいろいろだと思うんだけれども、ようやくね、あなた様にマッチする人との出会いが起こるということですね。だからその開拓作業ですね。いい人いないかなっていうことをこうね、いろいろこう道を開拓していて探していた時に、ようやくね、こう、道が開けて、その先にね、そのあなた様とこれからね、素敵なお付き合いをしていく人が待っているような、その道が開けるようになっていくみたいなイメージですね。だから開拓作業がようやく終わりを迎えて、念願の出会いに訪れ、たどり着くとかね。そういった展開が待っていると。で、ここのカードもですね、ワンドのページっていうカード、これが正位置です。まあこれ逆位置はなんかちょっとね、まあボロボロの杖をね、なんか持っていますけれども、こんな感じでね。まあこれ正位置が今回出ていました。正位置ね。で、このカードなんですけれども、これが正位置の時というのが、進むべき道を選ぶっていう意味のカードになりますから、まあだからパートナーの人がいると、ようやくね、あなた様との道を選んでくれて、それによって今まで突破できなかった領域までこう突破することができると。
だからお相手の方が決断をしてくれて、あなた様との関係がようやく前に進んでいくみたいなね、そういう展開が起こると、とか、まあ、パートナーの方がいらない、いらっしゃらない方だったらば、あなた様とのね、道を選んでくれる人との出会いですね。ね、僕も私もあなたと一緒にね、今後の人生を歩みたいですみたいなね、そういったね、先々の道を選んでくれる人との出会いが起こるという、訪れるということですね。実際に将来の見通しが立つっていうことも表すカードでもありますが、ここですね、このカード、ソードの10というカード、これはですね逆位置です。これ正位置の時には実はですね、これね、逆境や試練ということで、なんかもう氷の中に閉じ込められてみたいなね、非常にこう過酷な試練とかをこれ表すカードなんですが、逆位置になるとそのね、氷が溶け始めて、このね、試練を乗り越えていくっていうね、乗り越えられるっていうカードになるんですね。ですから今まで恋に結構試練が多かったと思いますね。一難去ってまた一難みたいな方もいただろうしね、結構こうヘビーな試練が訪れていて、かなりね、根気のいるような状況をと対峙しなくちゃいけない方もいたと思うんですが、ようやくね、それに雪解けが起こり、あなた様の努力が報われる瞬間ですね。逆位置になった時には何かが清算されるとかね、終わりと始まりとかですね、どん底の時代が終わると、だから苦しかった時代がようやく終わって、幸せな時代が今度から始まっていくよと、だから過酷な冬が終わりを迎えて、なんか春を迎えるみたいなことですね。で、そういった展開が訪れるというところが出ているので、今まで辛かったと思うんだけれども、その分今度は春が来るみたいなね、そういう展開を迎えていくようです。で、ですね、見ていくんですが、じゃあその衝撃的な展開を迎えて、ですね、あなた様がどんな気持ちになっているのかっていうと、ここのカードが出たんですね。ファティリティっていうカードで、これ、肥沃っていうカードになります。肥沃っていうのは、植物が育ちやすい、すごくこう、栄養素とか、質のいい土壌を表すカードになります。ね。同じ、例えば、種をまいたとしても、全然ね、この土壌の質が悪い。例えば、栄養素がなかったり、もうボロボロの土で育てたとしても、いくら水をやっても育てないんだけれども、ちゃんと肥沃、肥えた土で、ね、種をまいてあげて水をあげれば、すくすくと育っていくというより、すくすくと育っていくというように、土壌をですね、超えた土っていうのは非常に何か成長においてはすごく大事なものなんだよってことを伝えてくれているカードです。だから成長の象徴である木と、これから育っていく赤ちゃんっていうのもね、すごく環境によってこうね、育ち具合が変わってくるというように、ね、今まであなた様がね、この慣れ親しんだ場所にいたっていうのは、いわゆる何かが育ちにくいところにずっといたから、一生懸命水をやっても望むような展開にならなかったんですね。でもそのね、土地をこう変えてみることによって、ね、同じ努力でも、こんなに伸びんのかいっていうね、今までいっぱい水をあげてもこんだけしか伸びなかったのが、土壌を変えただけこんな伸びんのかいみたいなね。多分ね、そういった気づきというか学びを得るんだと思うんですね。だから、今までなんか同じところに、慣れ親しんだところに居続けた自分を、ある意味ね、ちょっとこう、食いる気持ちにもなるかもしれません。もっと早くに慣れ親しんだところが出ていたら、この展開をもっと早くに迎えられていたんだろうなみたいなね。だからそういう気持ちにもなると思います。だからそれぐらい囲いの中を出るっていうのは、あなた様が恋愛で幸せになっていくためにはすごく大事なようです。慣れ親しんだところだと安全だしね。未来が予測しやすいっていうメリットはあるかもしれないけれども、展開を起こすという部分では結構デメリットになっている可能性があるから、ちょっとそこをね、やっぱ変えていく必要っていうのはあると思うし、それに気づく、身をもって気づくと思います。で、ペンタクルの8、これ逆位置ですね。正位置の時にはなんかこうね、真面目にコツコツとね、こう、頑張っている人の姿が描かれているんですが、逆位置になると頑張っているのになんかこうね、なんかこう、バシャンとなんかこぼしちゃって、ね、せっかく努力していたことがなんかこう水の泡になって、なんかもうちょっとこう限界を感じていたり、疲れを感じているっていうカードになるんですね。だから、
なんかずっとね、慣れ親しんだところにいれば、いつかね、実ると思っていたけれども、それがね、なかなかこう実らなくても疲れを感じる。っていうことから、場所を変えただけで、こんなに変わんのかいっていうね。こんなに努力したことが結果につながんのかいっていうようなことを、すごくやっぱ身をもって学ぶっていうのは、やっぱ同じようなカードが出ているので、そこにすごく気づけて、ああ、そういうことで大事なんだなっていう風な気持ちになっていく。このカードもそうで、女教皇、女教皇っていうカードの逆位置です。正位置の時にはなんかこうね、落ち着いた女性。まあ、女教皇なのでね。冷静沈着とか、どんな状況においても、ですね。フラットに、何かにね、肩入れせず、フラットな物事を見て対処していくことで、ね、真摯に向き合ってくれる人っていうカードになるんですが、逆位置になると、なんか偏った見方にね、囚われている人を表すカードになります。そのせいで、なかなかね、状況が変わらないというカードになって、逆位置になると思い込みにとらわれるとか、あとは偏見とかね、計画通りにいかないっていうような、思い込みにとらわれているっていうカードで、いかに自分が何かにとらわれていたか、やっぱりこの場所で絶対なんかこう育てるんだとかね、この囲いの中にいた方がいいみたいなね、なんかそういう自分のとらわれていたものが、いかにこの恋の進展とか展開を起こす上でなんか遅れをもたらしていたかっていうことは多分気づくんだと思うので、だから相当ねこの囲いの中から出るっていうことは、大事なことのようです。ではそのね衝撃的な展開を迎えるのはいつ頃になりそうかっていうのを見ていきましょう。はい、では見ていきます。衝撃的な展開をね、いつ頃迎えることになりそうか。はい、ではね、見ていくと、はい。ではね、ちょっとお伝えしていくんですが、まずね、ここから見ていきます。まあ、これちょっと時期というところではないカードから見ていくんですが、エンスージアズムっていうのが出ました。熱意というカードです。このカードっていうのはですね、まあ、I celebrate everything in my life and I live in limitless joy ということで、まあ、私はその人生における全てのことを、まあ、祝福し、ね、制限のない楽しさの中で生きるということで、まあ、要するにね、何かあなた様が、こう、すごくこう、生きがいとかやりがいをこう、見出してね、すごく熱意を持って何かに取り組めているっていうような状況を表す通り、囲いの中から出るということは、確かにこうね、まだ未だかつて知らない領域にも出るので、恐怖心というのもあるかもしれません。でも、それは最初だけだと思います。ね、意外とこう、囲いを越えてみたら、今までいた場所の方がベストだって思っていたのが、実はそうではなかって、もっとね、囲いの外の方が、すごくね、生きがいとかやりがいとか、なんか楽しさをね、感じられるような場所で、そこでね、あなた様がこう、熱意を持ってこう、過ごせている時に、衝撃的な展開が起こるということですね。だから、囲いの中にいれば、安心感はあるけれども、なんか刺激っていうのは逆に言うとないのかなと。ただ囲いの外から出ると、まあ安心感はちょっと減るかもしれないけども、その分ね、刺激とか楽しさとかね、そういった熱意を持って何かを取り組むっていうね、なんかフレッシュな気持ちとか、そういったものは味わえるようになるから、そういうふうに囲いの外を出て、あなた様がなんかこうね、熱意を持って生きることができている時に衝撃的な展開が起こる。まあ、そこにちょっと、まあ、深掘りして出ているのが、クリエイティブっていうのが出ていて、想像力っていうカードになります。何かを作り出すようなね、力ですね。だから、あなた様が何かこう、クリエイティブな活動に熱意を持てている時ですね。何かを生み出したり、作り出したり、なんかこう、ね、アイデアを実現していたり、アイデアをこう考えたりとかね。
そういったクリエイティブな活動に熱意を持つことができているとき、それは必ずしもお仕事っていう側面だけではないかもしれません。例えば趣味のことかもしれないし、ね、誰かとのなんかこうね、まあ副業とかもそういう部分もあるかもしれないですけれども、創作活動みたいなね、なんかそういったものも含めてクリエイティブな活動にですね、エンスージアズム、熱意を持てているときにいいですね。衝撃的な展開が起こるっていうのと、囲いの中を出るっていう一つの方法としてコミュニティということで、まあこれ共同体とかコミュニティっていうカードなんですが、なんかね、コミュニティに入ることで出会いとか、そのコミュニティにね、新しいなんかこうコミュニティに入ったときに、そこの人たちから得たアドバイスとか考えとか刺激を得て、それを活かしていくと、お相手の方との関係にも前進が起こるとかね。そういったカードが出ているので、なんかね、コミュニティ、新しいコミュニティに入ってみるっていうのがすごくいいかもしれません。ね、その新しいコミュニティに入った7っていうところが出ていますから、もしかしたらその新しいコミュニティに入った1週間以内に、なんかこうね、素敵な出会いが訪れたりだとか、あるいは、その、なんだろうかな、そこで出会った人のアドバイスを活かしてみると、そのね、1週間後に、今パートナーがいる方だったらば、その人との展開、ね、なかなか動かなかった展開が動き出すとかね、そういった7っていうね、比較的まだ小さい数字だと思いますから、その間にね、衝撃的な展開を迎えていくことにもなるよっていうのは出ていたので、なんかね、こう新しいコミュニティに参加したり、顔を覗いたり、まあ体験入学とかでもいいと思うんだけれども、ちょっとね、足を踏み入れてみるっていうことがすごくね、好転をもたらすんじゃないかっていうのは出ていましたので、参考にしていただければなと思います。はい。そして最後選択肢のカードに移っていきますが、ニューラブっていうカードですね。新しい愛っていうカードなんですが、これはね、あなた様が、まあ新しい愛を手に入れるというかは、まあ、パートナーの方がいないんだったらば、新しい愛をね、手にするっていうことでもありますし、パートナーの人がいるんだったらば、その人とのね、愛の中で新しい展開を迎えるっていうカードになりますが、このカードのメッセージというのが、Embrace an opportunity for love in your work, prospects, or for spiritual growth ということで、どんな状況であったとしても、どんなね、機会だったとしても、愛をですね、まあ、こう成長させる機会として受け止めれば、愛に新しい展開が訪れるよと。流れ星をキャッチしていますけどね、星っていうのは希望とか理想を表す象徴ですから、あなた様が恋愛において、まあ、理想とか希望を叶えたいんだったらば、どんな状況も愛を成長させる機会として捉える。だから、うまくいっている時だけじゃなくて、うまくいってない時も、これもね、恋愛を育てるための、ね、あるいは自分を育てるための機会なんだと。チャンスなんだということで捉えるようにしていけば、新しい展開を迎えることができるよっていうカードにもなりますので、まあ、これもね、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、未読無視中だけれども、相手がアイコンを思い出の写真に変えた。この心理はどういったものなんでしょうかというご質問でした。ご質問ありがとうございます。これは、まあ、未読無視になった経緯としては、ちょっと喧嘩をね、されてしまったようなんですけれども、その最中に、まあ、返信はね、返ってこない。未読無視の最中なんだけれども、相手がアイコンを自分とのね、なんかこう、思い出の写真に変えていましたということなんですが、これはですね、まだ未読無視っていうことですから、まだ例えば怒りが収まっていなかったり、まだ許せない気持ちはあるんだけれども、だからといって、まあ、関係を終わらせたり、縁を切るというところまでは考えていないよっていうことのアピールだと思います。あるいはどこかで仲直りをするきっかけが欲しいみたいなところもあるのかもしれないけれども、そういった意味で最終的に終わろうとは思っていないけれども、まだね、気持ちの整理がつかなくてコミュニケーションはできないから未読無視をしているけれども、本当に別れたいと思っているわけではないからね、っていうようなね。そういった心理なんだと思います。じゃないと、ね、数ある写真の中でわざわざね、二人の思い出の写真にする必要はないと思いますから、まあ、ちょっとそういう心理が隠れているんじゃないかなとは思います。はい。ということで、最後 C ですね。お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄、ご覧いただけますと幸い
いです。はい。その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。